そうです。女性の方はピシワシワかシワシワじゃないか、シワシワかシワシワじゃないかっていうことを、シワシワじゃないかということを伝えてくれますんで、ぜひトモミーの美のお話を聞いていただければと思います。あと残りあと2曲、下曲で最後締めたいと思います。その前にというか、今日12月20日ですよね。明日が12月21日の冬至です。で、12月21日はすごいこの地球の人類の中で2020年12月21日ってとっても大切な日って言われてます。明日ターニングポイントと言われてて、3日前か17日のお昼に、土星が水瓶座入りしました。昼2時4分にね。で、昨日19日の夜10時8分に木星が水瓶座入りしました。そして明日21日なんですけど、日本時間の12月22日早朝朝3時22分に木星と土星が一番接近するって今星動きの中でなってます。で、それが起きることが、今までですね、地の時代って言われてた時代が風の時代っていう時代に今から250年間切り替わりって言われてます。ほんで地の風の時代って、どういう時代かというと、情報とコミュニケーション、知識、情報とネットワーク、知識、コミュニケーションって言われてて、で、すごいやっぱり今変化の時に今あってですね、で、そのタイミングにこうやって皆さんとこうやって素晴らしい音楽会を開けてることが、多分とても、ラッキーっていうか、みんな一緒に意識をすることで絶対いい方向に行くだろうなっていうことを思っとってね、みんなで、そして今年の2020年を一緒に、あと11日かなでね、で正月を迎えられるいいなと思ってます。それで、そういう気持ちを込めてっていうか思いを込めてね、歌を歌いたいと思います。はい、先生の話も教えていただきありがとうございました。そうです。はい、そんな素敵な内容のコありがとうございます。ありがとうございます。今、シャちゃんと一緒に作った歌を歌ってください。はい、愛することっていう歌を歌わせてください。聴いてください。お願いします。
優しく聞いていただいてありがとうございます。大切なお友達がいまして、ナオキくんっていう
出会いがある。それは魂の再会だ。何千年の時を超え、この星でこの国でこの時を選んで、寸分の狂いなく出会えた魂と魂、もはや出会いの理由はいらない。